押し倒したもんね。飛ばしてた。こうやって開けてたもんね。自分の。だからもう椅子の上バーッと走ってたもん。この企画はゲストとともに思う存分打って語って飲んでもらう企画です。それでは開店。クラフトアソシエート。今回ゲストにまさびさんに来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。はじめましてです。はじめましてですね。フランシェルの方をですね、はい、いただきたいと思います。はい、アニカクさん、どんな思い出ありますか？フランシェル、はい、あんま思い出ないんですか？あんまないですね。ま、はい、マイナーだったのかな。まあマイナーだったかもしれないですよね。うん、そう、はい、うん、やっぱ大花火とかメジャーのことを隠れてたりするのがあったけど、なんとなく印象的にはやっぱ甘い台、はい、はい、そうですね。まあ甘めですよね。甘めですね、はい、はい、僕はですね、グランシェルはもう前回歴代1位って言ったぐらい、ほう、あの先ほどお話ししてた、はい、あの、はい、前回、誰だっけな、ボスさんとアニカスさんと僕と、はい、あと誰来たっけ、マッパさん2人とも来ていただいたんです。あ、そうなんです。途中から、はい、で忘年会をやったんですけど、うん、その時に歴代の4号機で好きだったランキングみたいなのを発表してったんですけど、はいはい、僕はその1位が、え、マジですか？フランシェルですね。へえ、はい、そうなんだ。ゴナダイ好きっていう人ほとんど聞いたことないですよね。本当ですか？うるさいしか言わない。あ、まあ、これからピコピコ言ってますからね。もうすでにもうピコピコ言ってますよね、はい、そうですよね。そこでね、うん、やっぱりなんかあんまり評価下がっちゃった、はい、うん、常に鳴ってる音をね、常に鳴ってますからね、音イエスロには相当不向きですよ、ね、はい、はい、で、まあ、大花火が、まあ、この頃全盛期だったんで裏っ側では、そうですね、はい、結構甘めに使われてたんですよ。僕の草加 あのホールに行ってたんですけど、はいはい、あそこにこいつがありまして、はい、こいつからエルビスをずっと打ってて、ああ、なるほど、はい、へえ、でまあかなり甘めに使われてたので、はい、まあ、かなりお世話になったという意味で好きですね。まあ、あとはその第一停止からのってやつですね、はい、あの予告音の第一停止フラッシュ、うん、でしたよね。そうそう、まあ、これが熱いですよね。そうで第二停止までトルネード続けばみたいな、そうそうそう、でなかなかこいつを狙っても揃わねえっていう、あ、そう、だから基本的にこれで揃えたんですよね、フラグ判別すると。うんうん、そうですね、はい、だけどちょっとこれでどうしても揃えたくなって恋を損してるっていうこともあったり、そんな思い出の台でございます。なるほど、はい、はいはいはい、じゃあまさみさんの思い出は本編の方でちょっとお話ししていきたいと思います。はい、じゃあ早速本編の方を貼りたいと思います。はい、せーの、バチバチ。はい、そういったわけでですね、はい、今日はグランシェルをお願いしたいわけなんですけれども、はい、まずは乾杯ということで、はい、いただいてます。はい、いただいてます。いただ、あ、あれ、いただいてます。わさびさん普段レモンサワー派ですか？いや、ビールですか？何でもですか？そうですね、何でもですけど焼酎が多いですね。あ、焼酎が多い、はい、あ、じゃあガリさんと一緒ですね。はい、あとハイボールぐらいです、ね、あ、なるほど、はい、なるほど。じゃあすみません、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ご時世なんちょっとエア乾杯でお願いします。はい、乾杯。いただきます。よろしくお願いします。いや、うん、すごい色してますね。はい、はい、そんなわけでまず、はい、中学校生活の、はい、中学受験の話ですよね。あ、やっぱりそうですね、中学受験、はい、後輩ですからね。僕後輩ですけども、はい、僕はやめましたけど、はい、俺やめはしなかったですね、なんとか。いや、だから踏ん張った組ですよね。踏ん張っただけですけどね。超絶進学校だったんで、超絶、そうですね、やっぱり多分1、2ですよね。1、2ですよね。まあ、灘か、まあ、だから2月1日の受験は開成か、そうですよね、麻布か、うん、あ、武蔵か。まあそういう、武蔵行きたかったんですけどね。え、文系ですか？はい、文系。いや、元々文系でしたけど武蔵行きたかったんですけど。あ、そうなんですね。あの塾の先生に脳みそが武蔵じゃないって言われて。なるほど。武蔵特別だったじゃないですか。はい、武蔵はちょっと特殊でした。完全に試験も特殊だったし、はいはい、だったんで、あの麻布か改正ってなって、はい、別に政治家になりたいわけじゃねえしなと思って、はいはい、改正にしました。改正ってことですね、はい、まあ、でも僕は受かるかどうかは結構ギリな感じでしたよ。ああ、なるほど、はい、中学の頃あれですよね、僕聞いたところによると、はい、四谷大塚と横に東京学園っていうのがあるんですよ。あ、はい、
もうないんですけどね、はい、だしかないですね、はい、東京四谷大塚終わって、試験終わったらそのまま東京学園に行って夜帰るっていう、はい、土曜だっけ日曜だっけのコースでした、ね、4年生ぐらいからですか。それは5年からかな、受験始めたのは4年から4年から、なるほど。だから僕この業界入ってからしたことないですよ、こんな話。あ、そうなんですね、はい、意外と興味ないかもしれないです、だからみんな。いやマジで中1でマージャン覚えて、はい、中3でフリー通ってて、はい、でだんだんそんな感じです。麻雀ですもんね、崩れた原因は。僕は麻雀です、ね、スロット始めたらだいぶ遅いんで。そうですよね、はい、あれですよね、ビッグウェーブとか、ね、そうです、ビッグウェーブで、はい、友達が打ってるの見てて、はい、コインもらったら当たって、そのお金だけスロットで使おうと思って新マスター打ったら6だったんですよ。で10万買って、そこからパチスロ生活。だからわさびさんもその6枚しか使ったことないんですよね。もらったから、僕一銭も使ってないです。だからその1回出すので、はい、その後新マスターで買ってから、はい、もうそれ以上マイナスにはなってないってことですよね。だから投資ゼロです。だから似てるんですよ、僕もよく話すんです、うん、ボルタニックで3枚で当たったんですよ、はいはい、すげえな。それ1000円は入れたんですよ、さすがにもらってないですけど、うん、1000円入れて当たって、僕分かんなかったんで、うん、はい、隣のおっちゃんが入ってるよって言って、はい、入ってるって何って言って、7塗れば揃うよって言われて、はい、揃えて、はい、でそこですげえ7000枚だから分かんないです、忘れたまあボルキャニックですからね。ボルキャニックですからね、うん、そこからもうハマっちゃって、で、うん、おっさんに気に入られて、おっさん目押しできないんですよ、うん、はい、で僕は始めた時から直視ができたらしく、はい、おっちゃんのよく頼まれるようになって。あ、なるほど。逆に、だからおっちゃんがモーニングとか僕の抑えててくれて、はい、だからもう抑えてくれるもんだから、僕はもう制服バン入れてねえ、うん、すげえな。弁当捨てて、いやいや申し訳ない、いや申し訳ないなと思いながら。本当っすね、最低ですけど。おっちゃんのせいだ。じゃおっちゃんのせいですね、おっちゃんのせい、はい、隠すのうんちゃんなんですけど。特定できてるじゃん、ほとんど。うん、出てくるんですよ、ね、まあ、生きてらっしゃればね、はい、うん、あのおじいちゃんおばあちゃん、うん、とその息子もタクシーなんですよ、みんなでそこにいて、もうそこのドンですよね、昔よくあったそのパチンコ屋の、パチンコ屋のね、はいはいはい、会ってみたいよね。いやだから、ね、来てればちょっと会いたいですね、僕もね。え、恩人、恩人ですよね。恩人です、恩人なのかな、恩人、恩人、どっちかどっちかですね。はい、まあまあ学校はそれでまあ落ちぶれてったってことで、そうそうそう、はい、ギリギリまあ留年はせずに6年間で済みましたけど、まあその後ね浪人を重ねて、はい、もう何浪したか覚えてないんですもん、4か5ですよく分かんなくなっちゃって、はいはい、途中から、はいはい、そんでその間に、まあ、スロットやってるやつらが周りに、まあ、予備校生でいたので、彼らが随分勝っていたので、はい、彼らから覚えたっていう。あ、先生がいるってことですね、じゃあ。はい、全部年下ですけど。あ、なるほどなるほど、うん、先生全部年下です。ああ、そう、浪人してる間だからってことですね。1、2浪ぐらいのやつですから、はい、はい、3つ4つ、なるほどなるほど、今でもつながりありますけど。あ、そうですね、はい、え、その頃の方たちは、はい、皆さん大学には行かれたんですか。行きましたね、ほぼ全員行ったけど、全員卒業したわけではなかったですね。で、この世界に入ってきた人もいます。中にはだから完全に裏方、例えばそのメーカーの資料を作ったりとか、あ、まあ元々僕と一緒に編集部に入って編集部員だった、うん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 、ですけど、僕より後に入ってきて、うんうんうん、その方は大学卒業されてそこに入ってから、まあ、今はあのフリーでそういう仕事をされてます。そういう人もいますね。へ、はい、あとは吉宗で体幹機使いまくったお金で、はい、稼いで、はい、今風俗開いてやってるやつもいます。あ、なるほど、まあ、いろんなのいますね。僕の知り合いは体幹機で捕まってスロットやめたやつもいます。全部あの逃げ切ったみたいで、いすごいですね、はい、一度も捕まらなかったんですよ。素晴らしい、はい、そうそう、まあ、もう時効ですからね。そうそう、もうもはや時効ですね、はい。じゃあもう結構いろんなあれですね、面白い世界。そうですね、スロット覚えたのが場所が悪かったんで治安も悪かったし。え、新宿の方ですか。いや、小岩ですね。あ、小岩ですか、はい、小岩ね、悪いところですね。そうですね、だから市川も行ってましたよ。あ、そうですね、はい、市川もよくうち行ってましたけど、はい、まあ、小岩、松戸、はい、まあ、あの辺よく打ってたんですけど、小岩いいところやね。そうですね、新小岩もよく行ってました、はい、はい、もう新小岩、小岩、新小岩、行徳はマジで、はい、やべえっす、あ、やべえっす、やべえっす、本当にしょっちゅうテープ貼ってあるラボホの周りとかでマジでやべえ。本当に発砲事件もよくあったし、で、まあ、そういうところで覚えたんで、ある意味強くなったかもしれない、ね、なるほどですね、うん、ですね。鉄火場、鉄火場というかちょっと危険な目にあったこともあったんですか。はい、危険、うん、危険とは思ってなかったですけど、まあ、そういうなんか喧嘩雑多みたいなことになることはまあ多々ありましたね。あ、小岩やっぱ多々ある。 ありました、ありました。並び並んでない、並んで、まあ俺も、まあね、あれ今イメージ商売なんで今イメージ商売なんですけど、はい、まあね、前の並び客の物捨てたりとかは普通にしてましたね、はい、あれだから、はい、物だけ置いて、はい、
いないからってことですか。いないからってか、俺らが打つ台だからっていう。あだあ、台に置いてあるやつっぽいですね。普段来てないでしょ、はい、だからダメだよ。あ、うん、普段俺らが打ってる店だからね、はい、でも僕らが打ってる店じゃない店には僕らは朝あの夜中からは並ばないからねっていうやり取りはしようねっていう、うん、ルールですね。昔あった暗黙のルールですね。だからここには何も物はなかったよねっていう、うん、はい、柔らかくですよ。なるほど、そういう、まあ、そういう時代ですもんね、はい、そういう時代でしたね。そう、本当にそういう時代でしたね、はいはい、もうお店ごとにそういうハウスルール的な、ハウスルール、はい、うん、ね、そのお店を守ってるってこと。そうですね、うん、であの周りの友達はあの僕よりもスロッター先輩ですけど、僕の方が年がいくつも上なんで、まあ、結局率先してやらないといけない、な彼らのためじゃないけど、はい、なんだこれ、はい、そういう番組です、ね、はい、全然大丈夫です、はい、あの、うん、昔の話ですからね、はい、そ, うでそういう話をなんか、まあ、僕は面白いなと思うんで、あの他人の話でも、はい、例えばその記事にしたりとか漫画にしたりとかしたいなって言って、はい、我々のあのG さんのところにそういう話を持っていくと全部却下されるんですよね。やっぱダメみたいですよ、そういう話。ダメよ、だって、うん、さあパニックセブンでは中竹くんのね、昔の話、はい、香ばしい話。でもあれもだいぶ柔らかくなってるんじゃないですかね、おそらく。まあ、彼にはあのなんかまあまあうるさいくて、いや、うん、昔の話は、そうそうそう、はい、もうね、いやだからパチンコ屋も変わったし、はい、っていうことですよね。そうですよね、はい、はい、もう本当皆さんはその遊びやすい中で遊べてるんだよってことを、はい、こういうの話を通じて、そうですね、ね、なんか分かっていただければなと思ったりもしますけどね、はい、困ったら今店員さんが助けてくれるんだから、はい、そうそうそう、おかしいでしょあの人の方が番号を後ろなのに走って抜かされたんですけどって言える時代ですから、そうそうそう、おしまいしない飛ばしてたの、どこのコースで早く行く、そうそう、回っていくかみたいな、ね、こうやって開けてたもんね、自動ドア誰かがこうやって止めるからね、もう石の上バーッと走ってたんだよ、石の上走ってるそれは見たことないねえ、それはすごい、相当ですね、うん、壮絶だからこそなんかこう守んなきゃいけないルールみたいなのが逆にできて、はい、あ、なるほど、その例えば据え置き狙い、はい、ね、前の日にすげえ負けたやつが打てばいいじゃんっていう話になったりとか、うん、そうですね、そういうなんか温情みたいなの逆に生まれたりはしたもんでしたけど ね、 そうですね、毎日そのホールに行く意味があった、はい、そうそうそう、並ぶ意味もあったし、うん、そう、うん、そう、だから並びの方が実力だと思うんで、うん、抽選はあんま好きじゃないですね。まあそうですね、はい、僕も好きじゃないですね、うん、抽選を、僕何が広告規制とかじゃなくて抽選をなくしてほしい、はい、ああいいですね、うん、はい、寒空の中並んだやつがどうしても取りたい台があるならそうすべきだし、そうですね、それでいいじゃん、はい、朝から来れる人たちですからね、そう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 、いやもちろんだってアフターファイブの人はもともと朝から並べないんだから、うん、それはその人たちはそういう楽しみ方があるし、そう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 、1個の立ち回りでしたもんね、はい、並びが嫌な人は、ね、そういう店を立ち回るガリさんみたいなパターンも いらっしゃるじゃないですか、うん、僕並び大好きだったんで、僕も飲みすぎたら、はい、ホールの前に寝ればいい、ああ、そうですよねいや最悪ホール同じくらいです、そうですよ、ダンボールも普通にダンボール、はい、普通にダンボール引いて出てたよ、もうアステカ祭りしか書いてないのに、アステカ祭しか書いてないのにすっげー並んでました、みんなもう順番もなくぐちゃぐちゃに並んでて、うん、あとはもう、あとはまあその仕切ってくれる人がいるんですよ、やっぱ、あ、並びとか、はい、うん、なんかボスみたいな、はい、うん、いますね、まあ我々ぐらいの年代だと思うんですよ当時ね、はい、だから今そういう方が何されてるのかすごい気になったりしますけど、あ、確かに、そうそうそう、その仕切ってくれる人に従って並ぶみたいな、はい、そうですね、ありましたね、ドンに媚び売るのだけはうまかったな、そうそう、いや大事ですよね、大事、大事、あの常連さんのにいかに常連として認められるか、そうそうそうなんですよね、もうコーヒー賄賂ですよねそして、ね、うん、はい、ボーラス先当たったらコーヒー持ってく、その人がハマってそうだったらもうスッと立ってコーヒー持ってって、いや今日きついっすねみたいな、そうですね、そういうのがまた良かったんだって、コーヒーバイロって言うんですか、俺の中でコーヒーバイロだけど、もういい台も基本その人があぶれてたら別にその人にっていうのも基本だし、もうおばちゃんとかにはもう率先して目打ちしてあげる、そう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 、それもしてましたね、あの兄ちゃんは優しい、そう、どんだけ出してても意味嫌われないように、そう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 、妬まれたらおしまいだから、うん、送り迎えもしてたもん俺あの伝説のおばあちゃん、あ、おばあちゃんね、はい、ね、あのいるんですけど、はい、あの多分ミリオンゴッドで、3ヶ月で3000万ぐらい負けてるんですけど、あの息子と一緒に、うん、おばあちゃんは送り迎えしてましたあなたのおかげで飯が食えてもらって、そうそうそう
いやいや、まあ そ, れね、そう言っちゃえばそうね、はい、いや面白いですね。いや、まあ、そういう、うん、人情味がありましたね。そうですね、そうですね、まあ本当にいい意味で言えば人情味ですね。ホールっていうこう一つ屋根の下でのなんかそのヒエラルキーというかね、そうですね、はい、できてて、うん、今どこ行っても騎士も一緒だし、どこ行っても似たような顔が打ってるし、うんうん、はい、ね、面白みはないですよね、そうですね、ホールにはね、あの、ある特定の地域のね、あの10店舗ぐらいのイベント日に抽選で行ったら大体見ますからね、うん、はいはいはい、そんなわけで、はい、でグランシル選んだよ、グランシル、そうですね、そろそろグランシルの話、あ、そうか、全然グランシルがもう悲しい音を発してますよね、そうです、悲しい音を、いや、まず、はい、これはあの好きとか嫌いとかよりも、はい、この台のことを、論文にして、面接へ持ってったのがこの業界に入ったきっかけだった、あ、そうなんですね、はい、なのでなるほど、この機種をちょっと選ばせていただきましたという感じですね。当時、ええ、あの船橋にスペースユーっていうお店があったんですけど、はい、スペースユーはアルゼの直営店だったんですよ。あ、スペースユーとひまわりですね、はい、ひまわりですね、はい、で僕はスペースユーにほとんど行ってたんですけど、ええ、スペースユーで、まあ、グラウンドどんぐらいだろう、半年くらい前に多分入ってたんです、はい、そうですね、先行導入されてました、うん、先行導入されてて、はい、その時に打ち込んだのがまず一つで、うん、で、まあ、その世間に出る頃にはあれやこれやがよく分かるようになっていて、なるほど、で、まあ、なんか普段みんな鳥狙って挟んでとかって、はい、まあ、やってたけど、僕ちょっと違う打ち方してたんで、その打ち方と、あとはそのチェリーとスイカのドイツプログラム、そうそう、あの、はい、ビッグ中の同じ、これとこれとこれが同一フラグだっていう、だからここが囲まれてるんじゃないかっていうような推測とかも全部それをまとめて、まあ、その世の中に出る前に出したですね。なるほどなるほど、その論文をで、はい、それがまあ評価されたのか、まあ、なんだか分かんないですけど、とりあえずあのライターとして入れたっていうのが、へ、まあ、思い出というか、はい、だったんですよね、はい、面接官はリスキー長谷川さんでしたね。そうなんですね、はい、そうでした、はい、論文を書くんですね、論文、作文です、作文です、はい、作文、なるほど、はい、まあでも論文みたいなもんですよね、まあそうですね、そう、それが理由で、まあ、ちょっと選ばせていただいたという感じですね。なるほどなるほど、はい、まあでもよく打ってたし、まあ、よこれとルパン一、このこれ打ってた時期はこれとルパン並行してよく打ってたな、ルパン A ですか、 A タイプの、はい、ビタ押しのルパンですね、はい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 、そうですねっていうイメージでしたね。なるほどなるほど、はい、で結構勝ちます、はい、これは多分結構勝ったと思いますね。なるほど、はい、実際グランシェルの設定状況って、はい、どの辺打ってただろうなっていう感じします。234、はい、うん、でたまに、マルハンとかでかいホール行くと、はい、あの6使ってなってなったイメージで、最初の頃は地元のよく行ってた店は1じゃなさそうだなっていうようなやつで結構勝てるイメージでした、ね、うん、なるほど、2くらいから104-5%ぐらいでしたっけ、はい、多分結構あると思います。そうですよね、はい、104-5%ですよ、2で、うん、そうそうそう、とにかく朝どんだけハマっても粘り倒すスタイルで勝ってましたね、うん、あ、僕なんかクソ波荒いイメージなんですよね。そう、すっごい荒い、これすごい荒いですよね、はい、でまあ、一応ビッグ中の獲得枚数に設定差はだいぶあるんですけど、うん、まあ、それも見ながら、はい、まあ、まあ1じゃないかなと思えば突っ張る感じで打っていたイメージはあります。なるほどなるほど、それ以外分かんないですからね、この台。確かに確かに、そう、推測要素がないというか、はい、他には、はい、じゃあ早速打っちゃいますか、打っていきましょうか、はい、じゃあ交換していただいて、はい、あ、席をですね、席をですね、はい、すみません、失礼します、はい、打ってた頃ですかね。なるほどなるほど、あ、オール最悪。ちゃんと見直しましょう、これ成立ゲームですから。絶対前のゲームが外れ目だったんで。ああ、本当だ。あ、またベルブ、ベルベルベル。リップリップが良かったな。はい。まあ、成立の証明にはなりました。はい。まあまあ、設定差なんだからね。あれ、もう見せたよ。すごい、3枚ですよ、これ。これちゃんとこれ押すと12枚なんですけど、はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。